はい、どうもセイリーです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。今回ですね、この熱遺伝子ブックについての、動画をね、撮ろうと思ってます。で、昨日ですね、この熱遺伝子ブックガチャの動画を出したんですが、このね、遺伝子ブックについて完全に理解してる人って、あんまりね、いないと思うんですよね。なんで僕自身もこの熱遺伝子ブックを理解するのにね、かなり時間かかって、でややこしいんですよね、やっぱり。でものすごい奥深くてややこしい。ただこの熱遺伝子ブックに関してはものすごい戦闘力を上げれるコンテンツ でやっぱこの赤チップの重要性とかをね、知ってた方がね、いいと思うんですよ。なんで今回はこの熱遺伝子ブックの、解説動画みたいなものを作ろうと思ってます。で本当にこの熱遺伝子ブックのみに特化した動画になると思うので、こと細かくこうね、説明していければと思ってます。では解説ねしていきましょうか。本当にこれややこしくて解説するのね、めちゃくちゃ頭痛いんですけどできるだけ分かりやすく話せていけたらと思ってます。でまずこの熱遺伝子ブックは設定できるキャラ数が決まってまして、最初は多分ねこのブックが3種類しかないと思うんですよ。でダイヤを使ってここどんどんこう解放していけるんですが、1500ダイヤとかね追加でかかってくるので、僕の場合この 2個は解放してるんですけども、最初はこの3つだけの解放やったと思うんですよ。でやっぱりこのできるだけね多く解放してはいきたいんですが、やっぱダイヤかかるのでその辺はその人のね、さじ加減でいいと思うんですよ。でその中で、まずねこの設定するキャラっていうのが大事で、僕の場合一番左のねブック名昨日変えたんですけど、セルとドドリアとヤムチャにしてまして、単純に強いもん順に並べてるっていうね風に思っていただければと思います。で僕のこのブックセルに関しては一番、強化したいキャラを入れてます。なんでアテナと、ラルフをね入れてるんですよ。でこのキャラが結構重要で、なんで重要かというと、このキャラを設定した相手に対して能力があるんですよね。この特性チップっていうのを発動、つければこの別でなんかこうステータスが上がっていったりすると以外に能力が発動できるんですよ。でこの発動する能力っていうのは、連携相手、つまりこのアテナとラルフに対して発動する能力になっているので、だからここの設定するキャラっていうのはめちゃくちゃ重要で、自分のチームの中でこいつとこいつがいいなっていう思うキャラをまず決めて、で設定していかなあかんので適当にやったらダメなんですよ。やっぱでも個人的にはですね、強いキャラ2体を一番強く強化していくのが、いいんじゃないかとは思っているので、僕に関しては、アテナとラルフを一番左に持ってきてます。ではここからはチップの種類について解説していこうと思ってます。でチップの種類に関しては大きく分けてまずね4つあるんですよ。で、このね怪力チップで、強毛チップで、復血チップと最後に特性チップってあるんですが、まずこの4種類をね覚えていただいて、で特性チップに関してはさらに特殊なんで、またね後で解説していきます。まずはこのね怪力チップと、強毛チップと復血チップですけど、これは単純にもうステータスを上げるチップになってまして、で色によってそのステータスの上がり幅が違うんですよね。この辺はもうこのゲームやってたらわかると思うんですけど、色がありまして、一番弱い色でこの緑ですね、緑、一回これ変えてみますけど、緑と、これね紫と青があるんですよ。こんな感じで色が、こうありまして、で一回ラルフ変えますね、右に設定します。こんな感じでね色が分かれてるんですが、単純にもう色によって強さが違うっていうのは、これはね特に難しく考える必要はありません。ほんと緑とか青に関してはもうね使う必要がないぐらい、実戦レベルでは使えないぐらい弱いんで、できればここはね赤が欲しいところですよね。で赤一回もう一回戻しますが、でこのチップに関してはさらにこのレベルを上げていけるんですよね。能力のレベルを上げていけます。ちょっと待ってね、これを、こうやってつけて、で僕今ねプラス4までレベル上げてるんですけど、これを上げることによってこのステータスの基礎値がどんどん上がっていくので、できればこのレベルはねどんどん上げていきたい。レベルを上げるにはこのね遺伝子メモリーという素材が必要なんで、この遺伝子メモリーに関してはこのチップを、生産した時に手に入れれます。生産っていうのはここでできるんですけど、こうやって一回じゃあ青のこれをね生産してみますが、
うん、そしたらこの遺伝子メモリーね、今2枚取れたんですけど、まあ、こんな感じでイランチップを分解して、で遺伝子メモリーをどんどんね手に入れて、強化していくっていう感じで、これね左右、右左分かれてると思うんですけど、この分かれてることに関しては、気にしなくていいです。これなんでかというと右と左共通なんですよね。だからこのラルフとアテナで共有してこのチップを使ってるんで、じゃあここのラルフの右側に、他のチップを装備した時に、例えばこれね、右側にラルフの右側にこれ今紫のチップ装備したけど、じゃあこの場合アテナの能力がね下がるんじゃないかって思う人もいると思うんですが、それ関係ないんですよ実は。この2人で共有してるので、ここラルフの右側に紫つけててもお互いのステータスが下がってますので、ここに関しては別に左右気にする必要はないです。でここの装備した時の右側にこのステータスって出てるんですけど、ここの右側、これがこのアテナとラルフ両方に乗ってるので、これはこの全部つけてるチップのステータスのトータルなんですけど、これが今全部に乗ってるので、だから右左をこう気にする必要はないです。じゃあ特性チップ以外のこの、差ですけどもね、赤の今プラス4怪力チップですけど、赤のプラス4で、攻撃力4500、防御力が3240であるんですが、黄色が、プラス4でも攻撃力が2500の防御力が1800しかないんですよね。これ見ていただいたら分かる通り、ものすごいこの差があるんですよ。1個に対してこんだけの差があるので、同じプラス4でも赤の方がね、1.5 倍ぐらい強いですよね。なんでこの赤の重要性っていうのがね分かると思うんですが、まあ、この体力に関してもそう、体力というか HP ね、復活チップのプラス4と、この黄色と赤の差ですけど、黄色がね HP 22,500 に対して赤が 4,500 まで上がるんですよね。だからほんまにこのね、昨日あのガチャ動画で僕がね赤言うてたんですけど、まあ、それぐらいこの赤っていうのは必要で、めちゃくちゃ重要なものなので、まあ、できればこの入手機会があればね、ぜひこの赤を狙って入手していきたいですよね。でチップに関しまして、能力を上げていくとステータスの変化以外にまだ変化する部分があるんですよ。それは何かというと、ここのね変異レベルってあるんですけど、この変異レベルっていうのは左下のこの数字、今ね2750って出てると思うんですが、このどんどんねチップの能力を上げていけば、この変異数値がどんどん上がっていって、それに対して得られる効果がね変わってくるんですよね。最終的にこの変異レベル8にしたら、自身の攻撃防御 HP が連携相手の攻撃防御 HP の 10% 分増加で、上記のすべてモードで効くって書いてますが、これめちゃめちゃ強いんですよね。ただね、ここまで上げようと思ったらかなりね上げていかないといけない。でやっぱこのチップの色によってもこの変異値っていうのが変わるので、例えばね、バック今じゃあ黄色もう一回装備してみますが、あこれね右にこの変異値って出てると思うんですけど、黄色の、初期段階だと変異値が180しかないんですよね。でこれはこのさっき言った遺伝子メモリーでランクアップした時に変異値も変動しますが、やっぱこの赤に関しては変異値そのものが高くなっているの でさらに能力を上げていけば変異値もどんどん上がっていくので、ここの変異レベル、レベル8まで上げようと思ったら多分ねオール赤にしないとね届かないんですよね。で一回戻しますが、僕の場合、あこれじゃないね、こっちか、戻しまして、僕の場合この赤の、チップ3種類は全部ねプラス4にしてます。つまりチップ6個はプラス4にしてて、特性に関してはプラス2になってます。これでやっとここの変異レベルが、2750に到達しているので、つまりレベル8になっているので、まあ、これぐらい上げないといけないんですけど、やっぱ最終的にはここをね目指していきたいところではありますよね。変異レベルの能力に関してはここにこう全部出てますので、だからこの自分にとってどのキャラを上げていきたいかって決めた上で、この変異レベルも考えながらチップをねどんどんこう上げていけばいいんじゃないでしょうか。なんで僕のこのセルじゃなくてドドリアに関しては、ブック2に関しては変異レベルが6までしか到達してないので、つまりこのレベル7とレベル8の効果は得れてないんですよね。この鍵のマークがついてるんですが、今この段階やとレベル6までしか到達してないってことになって、このさっき言った通りどんどんこの遺伝子メモリーとかでランクアップしていけば、この変異数値もどんどん上がっていくので、この能力をその数字に応じて得られるっていうことになります。
ここまで大丈夫ですかね。かなりややこしいとは思うんですが、要するに簡単にまとめますと、この連携相手のキャラをまず決めて、2人決めて、僕やったらこのブック1に関してはアテナとラルフで、このつけてる、チップによって能力がどんどん上がっていきます。でこの右左は全く関係なくて、つければつけるほど能力が上がっていくので、そのトータルした能力が右に出てるこのステータスになるので、これを両方2人で共有するっていう感じになってます。なんでこのブック1セルに関しては、アテナとラルフで、ドドリアに関しては、オロチじゃない、ミズチとマチュア。でこのブック3のヤムチャに関しては、オズワルドと女神官が、このどんどんつけてるチップによってのステータスのトータルが、右側に出てるこのステータスになってるので、なんでこれは本当に自分のチームでどのキャラを上げたいかっていうのを決めた上でやっていけばいいんじゃないでしょうか。はい、ではここから特性チップのことをね、解説していきますと言いたいところなんですが、動画の時間がね、もう11分経ってまして、多分ね、特性チップの解説しだすと10分以上かかるんで、動画の時間がトータルで20分超えてしまうとね、保存できなくなっちゃうんすよね。だから申し訳ないんですが、一旦この辺りで動画切るんで、もう一個特性チップの解説動画もう一個作りますので、よかったらね、そちらを見てください。でこの動画を公開している頃には、特性チップ解説の方も、公開できる状態にしますんで、続きね、よかったら見てください。では今回この辺りで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。